科学です。科学に感謝すべき事柄は数多くありますが、今日はあなたの XBOX360 が持つ新しい可能性を科学してみましょう。はい、ここでストップ。ヤドカリだけが甲殻類の中で唯一木登りができることを知っていましたか？そして高精細なゲーム体験は XBOX360 の持つ多くの魅力の一つでしかないことを知っていましたか？ではこの驚くべきマシーンにどんな素晴らしい魅力があるのか見てみましょう。コントローラー中央のガイドボタンを押します。すると5つの美しいタブが現れます。我々はこれをブレードと呼んでいます。まず Xbox Live のブレードから見てみましょう。ここではイーサネットを通してオンラインで友達と一緒にプレイすることができます。ご覧ください。グローバルコネクション。オンラインプレイ開始。ちょっと頭の体操してみましょう。ビデオやゲームなどあなたの欲しいコンテンツはどこからダウンロードしますか？いえ、そこではありません。そこも違います。いえ、そうです、マーケットプレイスのブレードです。マーケットプレイスからアーケードゲームをダウンロードすると、新しいゲームはゲームのブレード内に保存され、手軽に楽しく遊ぶことができます。マレーおじさんでもね。次にメディアブレードを見てみましょう。ここでは画像、ビデオ、音楽を Xbox360 に保存したり、 PC に保存したものも見ることができます。これらの素晴らしく魅力的なデジタルコンテンツには、本体のコントローラー端子からもアクセスできます。ドアを開けて差し込むだけ。開けて差し込む。そして最後にシステム。ここではゲームとコンテンツの制御を設定できます。おめでとうございます。これで科学の授業は終了です。それでは Xbox360 をお楽しみください。